こんにちは、海進整骨院の中山信弘です。今日はね、疲れ目に対して、意外な方法で解消する方法をご紹介します。大体疲れ目って言いますとね、皆さん、目の周りとかそういうのをイメージされると思うんですけども、実は腎臓の機能の低下も疲れ目の原因の一つになるんですね。では、その腎臓の機能をどうやって上げるかと言いますと、足の、四骨間と言いまして溝ですね、3番目と4番目の溝を中心に、こういうふうに間を広げるように、足の甲から指先に向けて動かすと、この指と指の間の四骨間というところが、掃除されて血行が良くなります。そして、それが目の方にね、届きますので、改善するということなんですね。ぜひ、目が疲れた時、この足の方をね、触って解消してほしいと思います。詳しくはこちら。